中国新聞傍聴本社の壁に描かれているマスコットがチューピーである。チューピーは中国新聞のマスコットキャラクターであり、ブランドロボでもある。名前の由来は平和のシンボルである鳩をモチーフに中国新聞とピースの音を合わせた造語である。白い鳩の姿をしており、中国新聞の紙面上では一面のクイズコーナー、チュー、ピーと学ぼうに登場する。 それ以外でも中国新聞販売店や発行元の中国新聞社に関連する企業、イベントにも登場する。特に全国男子駅伝は中国新聞社が主催者の一つということもあって、ふるさとキャラクター応援団の団長であり、広島県代表のマスコットも兼ねている。また、チューピーの名を冠した企画が複数存在する。ガールフレンドとしてチュ・ピコが存在し、 2013年に中国新聞社系列のケーブルテレビ局の共通マスコットとして登場した。それに伴い、系列のケーブルテレビ局自体も、チュ・ピコム触れ合い、チュ・ピコム広島、チュ・ピコム尾道に社名を変更した。したがって、社名のチュ・ピコムのネーミングは、チュ・ピコが由来となっている。キャラクター相性募集、中国新聞、 2013年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年12月28日閲覧。愛称、チュ・ピコニ、決定中ピーノガールフレンド。中国新聞デジタル。2019年7月24日閲覧。ありがとうございます。